競争的幻想曲と、蝶々作品56は、ピョートルチャイコフスキーが作曲した楽曲。ユルゲンソン社から出版された楽曲のタイトルは、ファンタジーデコンセールであり、直訳するならば、演奏会用幻想曲となる。しかしながら、日本国内ではおそらく曲の競争的性格から、競争的幻想曲と呼び習わされており、本校でもその慣例に従うことにする。 チャイコフスキーは1884年6月から10月にかけてこの曲を作曲した。初演は、モスクワにおいて1885年3月6日、セルゲータネイエフの独奏、マックス・エルトマンスデルファーの式で行われた。競争的幻想曲は、発表から20年余りはたびたび演奏されたが、レパートリーから外されて、長年演奏されないままとなった。しかし、近年では、 再評価の機運が高まりつつある。1884年3月に帰国したチャイコフスキーは春の間を妹と共に仮面下で過ごすことにした。しかしオペラマゼッパの手直しを早急にせねばならなくなり、この予定は遅れることになる。チャイコフスキーは3月13日にサンクトペテルブルクからフォンメック夫人に行こう、書き送っている。 力がみなぎってくるのを感じています。何か新しいものに取り掛からずにはいられません。しかし彼は、同地では、新作に着手することはできずしまいとなった。それが叶ったのは4月12日に、仮面下に到着してからのことである。チャイコフスキーは、当初、どういう形式の曲を作るべきか検討をつけられずに、いた。 モスクワの1883年から1884年のシーズンの演奏会で触れたリストの皇帝であるオイゲン,ンダルベールの演奏に心を奪われた彼はピアノ競争曲へと傾いていった。にもかかわらず彼の1884年4月13日の日記には次のような記述が見られる。新しいものを捉えようと遊ぶのはやめにした。ピアノ競争曲の構想は浮かんだが、 まだあまりに貧相で独自性がない。少なくともチャイコフスキーには時間が経っても改善につながる進歩がなかったと思われたのである。4月17日と18日、彼はトロスチアンカの森を様よい、彼が呼ぶところの惨めな着想を書き留めた。6月に入り、グランキノでの滞在中に組曲第3番の素材となるピアノ編曲のスケッチをまとめると、 チャイコフスキーは、競争的幻想曲の作曲を再開した。この時、彼の頭の中には、組曲の第一楽章として構想したものの結局、外すことになった、コントラステスを幻想曲の第二楽章として使う案があった。これは、彼がもともと、組曲第三番の構成を練っていた時に受けた、悲しみを考えれば、驚くべきことであった。 彼がこの音楽から手を引くことは明らかにできなかったわけであるが、一方でまだ疑念も持ち続けていた。彼は開始学章のクワジロンドの最後にソリストのためのコーダを付してみたが、技術的には見栄えがしたものの内容は空虚であった。この追加のカ電茶はコントラステスを省略する場合に代わりに用いるものとされた。12月に ロシア音楽協会の演奏会でタネエフが演奏することが決まり、チャイコフスキーは10月から11月にかけて競争的幻想曲を急いで仕上げていった。この演奏会は1884年12月15日の予定となっていたが、指揮者のマックス・エルトマンスデルファーの体調不良のため延期されることになった。 演奏会が行われたのは1885年2月22日で、これはモスクワでのロシア音楽協会の第10回シンフォニーコンサートであった。ソリストはタネエフ、四はエルトマンスデルファーである。コンサートに出席したチャイコフスキーは2月25日に弟のモデストにこう書き送っている。私はタネエフとオーケストラの素晴らしい演奏を聴けて嬉しかったよ。 聴衆にも非常に評判が良かった。サンクトペテルブルク諸演は1886年4月4日のロシア音楽協会の第10回シンフォニーコンサートでハンス・フォン・ビューローの指揮タネエフの独奏であった。競争的幻想曲はユルゲンソン社から出版されている。ピアノ4手版と2手版は1884年12月に、 オーケストラパートフは1885年1月に、ソーフは1893年3月に世に出された。編曲版の楽譜には、案内シュポワへの拳字が、ソーフには、ゾフィーメンターへの拳字がそれぞれ印刷されている。約30分ピアノ独奏、フルート3、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルニオン、トランペット3、トロンボーン3、ティンパ2、グロッケンシュピール、 タンバリン、言語部チャイコフスキーは、ピアノ競奏曲第2番を作曲中に、ピアノとオーケストラの音が重なるのを嫌い、両者をできるだけ独立させるようにした。チャイコフスキー研究者のデイビッド・ブラウンは、ピアノ独奏だけで書かれた第一楽章の中間部について前作で示された方向性の論理的規決であったと述べている。このことで、中間部は、 新しい素材に基づいているにもかかわらず、カデンツァであるかのように見える。また、このカデンツァが、そなた形式における展開部の代わりとなっているという、見方も可能である。注釈 AB 役中、1861年、設立、1900年代初頭には、ロシア最大の学府出版社であった。出展、ファンタジーデコンセールカバー。2013年1月3日閲覧。 ブラウン、262エビー・ブロム、62コンセール・ファンタジア・オーパス、562013年1月3日閲覧エビー・ AB、ブラウン、279エビー・シー・ウォーレク、48ブラウン、280から281スタインバーグ、483ブラウン、278から279ありがとうございます。